来てた方。あ、これはお客さんなんですよ。僕はもう一台のマッハ3なんですよ。えら来て、誰かけてるんやね。これはね、元大阪のマッハクラブの会長なんですよ。あ、そうですね。だから新品部品いっぱい持っとったし、その新品部品にメッキしてるから、あ、余計きれいなんですよ。だからこのデスリンもね、呼吸型をこの防水加工なんやけど、わざと初期型のね、やつに変えてね。仕事で川崎の工場行きましたよ。あ、はいはいはい、言いました。だから飛燕作ってたあの滑走路がテストコース、直線の。はい、僕もあの飛燕もうじき川崎ワールドに来るでしょ。 あれ期待してるんですよ。 あの時に、ね、マッハの7班並べて写真撮りたいな思ってね、狙ってるんですけどね。